大沼椿山、東京市、石井短香織は、江戸時代後期の書家。江戸出身。市川米庵、工芸閣に書法を学び、正木藩に仕えた。文化3年江戸に、幕府役人、石井善三の子として生まれた。文化4年父が、幕府の蝦夷地直轄化に伴い同地赴任を命じられ、両親と共に、正木に移った。幼くして母、成人後に父を失い、まま母と同居した。文政4年12月蝦夷地が、正木藩に返還され、江戸に戻った。間もなく市川米庵に入門したが、国内の停滞する書法に飽き足らず、まま母を、尾藤水武に預け、長崎に出て、新人、工芸閣に、直接中国の書法を学び、一年余りで帰郷した。天保4年天保の大飢饉により生活が困窮すると、人の勧めに従い、稲作が行われず飢饉の影響が少なかった、正木藩に出仕し、正師、松前義弘に近侍して、寄居動作を教えた。義弘の死去後私藩に列したが、給料は少なく、一人に借金を返済できずに訴えられ、藩に立て替えてもらったこともあったという。江戸と正木を頻繁に往復し、天保14年の藩士名簿では、先手組関に属している。江戸に帰ってからは、書塾を開き、江戸詰津山藩士の多くが入門したという。松浦武四郎と交流があり、その記録によれば、弘化3年1月1日、江戸尾藤水武宅で、峰高枝公、短香織、門田白木斎、後弓節操、関藤東院、添川連斎、牧田忠助、中山中蔵、葉山静雄が第二次短剣の送別会を開き、二日風光と短香織は武四郎を千住大橋まで見送った。その直後、短香織も石狩赴任が決まり、4月10日江差で再会し、宿で一晩語り明かした。明治6年一銭銅貨、明治6年二銭銅貨、明治3年1円、銀貨、明治2年寛政改定の頃、印命により、東京で、大乗館第六となった。一銭銅貨、二銭銅貨、一円銀貨等の文字を手掛け、死後、加納夏夫の雛形で発行された。明治6年5月6日または1日65歳で死去し、上野高岩寺に葬られた。現在墓は、中野九条、高田一幡正院興雲寺にある。朝は、家族より先に起床し、自ら掃除、炊事、風呂の支度を行った。筆を持つ前には手を洗い、口をすすぎ、甲を焚いた。運筆に影響があるとして、歩く時には右手を懐にしまい、傘も左手で持った。文具も他人の手に触れるたびに、これを拭った。酒豪だった。揮毫の依頼が絶えず、仕事は溜まりがちだったが、依頼者が自分の依頼を優先してもらえるよう地位や理屈を持ち出すと、叱責して仕事を断った。門人柴田99の話によれば、短香織は、神田明神の大登りを揮毫した際、上地の猿の剣針が長く、アンバランスだとして、点を3つ書き加えた。これを見る人々は、皆3点があるのを不思議に思ったが、後に、朝鮮通信使が来訪した時、この登りを見て、上地を絶賛したため、人々は初めて、短香織の非凡さを知ったという。友人後弓久文の随筆によれば、高端は、幕末の三筆について、市川米庵を、俗書、牧良子を、書中の豪砂男と非難し、抜きな快憶を、最も評価した。ありがとうございます。